今日中継が出ていますのが神戸阪急の9階催し場で行われておりますバームクーヘン博覧会ということで、今日から始まりまして3月7日まで午前10時から始まっているということで、中継に女と男の市川さんが出てくれております。では木崎さん、市川さん呼んであげてもらっていいですか。はい、小構造さんあれあのですね、芸能レポーターの井上小構造でございます今日はですね、木崎愛理さんのヤバいスクープ入ってますよ。行きますよ。木崎愛理さんなんですけども、これ絶対言わないでくださいよ、はい、実は燻製料理作りたくて、燻製機買ったけど、まだ使ってないらしいんですよこれやばいですよ絶対に。すいません、お先失礼します。うわ、これはやばいスクープや。いや、どうしようあ、変わった。さあ、ということでございまして始まるバウムクーヘン博覧会、すごいですということでございまして、はい、何がすごいかと言いますと、こちらをご覧ください、さあ、こちら47都道府県からご当地の250種類以上のバウムクーヘンが勢ぞろいしております、ね、イベントのために取り寄せたレアな商品がたくさん販売されております。可愛らしいでしょう、これ47都道府県ありますし、こういうちょっとね、アイスクリームのバーみたいについたようなバームクーヘンもあったりとか、これは紫芋、こんなんもありまして、さらにさらにですね、初出店4店舗を含む14の人気ショップもショーケースに並べられて販売中でございます。初日から大人気のイベントになっておりますよ皆さん。で、早速なんですけれども、私ね、たくさんある中から5種類選んで一口サイズの試食ができるバームクーヘンバー、見てください、これ5つ選ぶことができるんですよ。すごい。そう、そうだから、和歌山県のとか大阪のとか兵庫県のとかを選べて月に5つ食べれる、で今回私はね、北海道の龍月の三宝六というバームクーヘン食べたいと思います。美味しそう。なんかチョコついてる、これね、そうそう、こちらのね、ここね、そう、チョコとホワイトチョコがコーティングされてまして、原料がすべて北海道産にこだわってる最高のバームクーヘン、私いただいちゃいますよなかなか食べないねゆっくりおいしい。もうね、しっとりしてて、これバームクーヘンの横についてチョコレートがね、甘さがいいようにコーティングされて、もうこのバームクーヘン、キサキさんみたいです。いやー、気持ち悪い。後ほどさらにバームクーヘンの魅力に迫りたいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、進行しましょう。どうも、バームクーヘンメガネでーす。進化強いですね。実は今ね、ここですね、自分でバームクーヘンを作れるコーナーがありまして、そう、こうやって生地をかけて、こうやって焼くんですよ、こうやって、こうやって回して、ほら、こうやって、こうやって、すごい。どうですか村上さん、いい感じでしょ。とてもいい感じです。ね、焼けてるんですよ、これすごいでしょ。さあ、中にはですね、こんなものが入ってるんですよね、実は、さあ、このようにですね、このリンゴに生地をかけて、ゆっくりゆっくり回していくんですよ。こう地道な作業なんですけども、40分ぐらいで一つが完成いたします。もう器用じゃない方も心配はいりません、すぐ簡単にできるということなんですよね。さあ、他にもね、最先端の AI が焼いてくれる AI バームクーヘンのテオにお任せください。ロボットが作った焼きたてのバームクーヘンが432円で売っております。やっぱね、こうね、ただね、買うだけでなくてね、普段できないような体験もできるのがやっぱいいとこですよね、このバームクーヘン博覧会。さあ、ということで出来上がりがこちらでございます。もう丸々、丸々中のリンゴ、これリンゴはシロップ漬けなんですよね。はい、そうです。そうなんですよ。で、こちらもう、このもうバームクーヘン美味しそうでしょ。すごい。またこちらもいただいちゃいます。いただきます。なかなか食べない。もうね、
リンゴの甘みと外のバームクーヘンがカリカリとしてめちゃくちゃ美味しいです。これ、へー、美味しそう。カリカリとするんですね。さあ、スタジオゲストのお二人、そろそろ食べたくなってきたんじゃないですか。食べたい、うん、食べたいです。今日はですね、なんと250種類以上のある、キサキさん、分かりました、届きました、キサキさん、ちゃんと届いてますよ。250種類以上ある中から絶対に食べたことのないような珍しいバームクーヘン一つ選んだので、ぜひ試食をどうぞ。皆さん、せーの、どうぞ。なんで2回言うたんですか。ということで、お二人の目の前にはですね、今日はあのバームクーヘン博覧会で販売されていますこちらですね、埼玉県の清家バームホールをご用意いたしました。創業232年を迎える老舗の醤油蔵、醤油屋さんが作ったバームクーヘンということで、まあ、あのプレーンのバームクーヘンに醤油の成分が入っている。はい、では和田ちゃんから。だから結構お醤油が使われてるから、うん、香りが、あ、うん、しますか。通常のバームクーヘンよりも濃い感じがします。お、ちょっと大きく切りすぎたかな。いただきます。この後喋れるかな。うん、うん、うん、いかがですか。あ、美味しい、うんうん、なんかね、うん、甘っていう感じじゃなくて、お醤油が使われてるから落ち着いた甘さ、ほー、うん、美味しいです、ね、色も落ち着いてますね、大人な感じですね、うんうんうん、では木崎さんどうぞ。はい、ね、みんなが食べたことないようなバームクーヘンということで、いかがですか。本当ですね、うん、あのお醤油すごい香ってたのに、うんうん、お醤油の味がするってわけではなくて、うんうんうん、でもすごく甘さ控えめで、なんかお昼というより、うん、夜のティータイムにいただきたい感じが。なるほど、ちょっと落ち着いた感じのね、美味、うん、しいです、うんうんうん、ね、この普通のプレーンのこうバームクーヘンに醤油の旨味をこうギュッと閉じ込めたということで、うん、まあ、甘さとしょっぱさのバランスが絶妙というバームクーヘンで、うん、埼玉県のね、清家バームということで、皆さんもね試していただきたいなというふうに思います。さあ、ではもう一度中継読んでみましょう。市川さん。はい、さあ、こちらバームクーヘンを堪能している市川なんですけども、こちらのコーナーですね、ファイナルクーヘン総選挙ということでございます、うん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 、各地のね、ここに置いてるバームクーヘンの72種類のバームクーヘンで選挙してるわけですよ、うん、そう、いろんなバームクーヘンがあって、ほら、こんなバームクーヘンもありますよ。ほうほうほう、乾杯ビアクーヘン、ビアクーヘン、ジョッキみたい、メルヘン日進堂さん、こういうのもありますし、他にもですね、うわ、ちょっとちょっと、ほうほう、こちら静岡茶バームクーヘン、これ和田ちゃんのお母さんちゃいます。違いますか。似てるんですか。えみおさん、ね、お母さん似てある。そう、だからバームクーヘンとこう店員の皆さんの顔が映ってて、うんうんうん、で僕もですね、清き一票入れたいと思うんですけど、皆さんほら、選挙のにガチでこうやってちゃんと今やってるんですよ。本物のあれですか、投票所の。そうなんですよ。あ、皆さんどう入れて、今実はね、こちら投票所、はい、宝塚市の投票箱を実際に借りてきたと、ガチで選挙やってるんですよ。で、本格的、ここで投票していただくと、うん、なんとこちらユーハイムのこうバームクーヘンがいただけるとわいうことで、これはありがたい、最高でございます、うんうんうん、ね、さあ、そしてこっちの方に来ていますと、ファイナル投票は後で私しっかりしたいと思います。さあ、こちらですね、バームクーヘン博覧会の、ね、担当の、ユーハイムの藤本さんに来ていただきました。よろしくお願いします。さあ、今回のイベントについて教えてください。はい、今年で7年目を迎えますバームクーヘン博覧会になっております。あの、日本全国のバームクーヘンの企業さんとですね、皆さんを笑顔にしたいということで、あのイベントを開催しておりますので、うん、ぜひ楽しんでいただければと思います。楽しんでいただければ、もうお客さんもいっぱいですからね、本当にね、はい、楽しいです。